アルトゥール・リーベ・ヘンシェルは、ナチス・ドイツのアウシュビッツ強制収容所やマイダネク、強制収容所の所長。親衛隊の将校であり、最終階級は、親衛隊中佐だった。ポーゼン出身。経済学と行政学を学ぶ。第一次世界大戦にも従軍し、上級総長まで昇進。1932年に国家社会主義ドイツ労働者等に入党。 1934年に、新英隊に入隊し、ドクロ部隊に勤務した。1934年からトルガウのリーヒテンブルク、強制収容所に副所長をしていた。1937年に強制収容所総監、テオドール・アイケの事務所で勤務し、強制収容所の総監業務に当たるようになる。1942年に、ナチ強制収容所が新英隊経済管理本部、 D 局の所管に移行した後にも D 局に移動となり、引き続き強制収容所監督業務に当たる。さらに1943年11月に、ルドルフ・フェルディナント・ヘスの公認として、アウシュビッツ強制収容所の所長に就任する。1944年に、ヘスが再度アウシュビッツの所長となると1944年5月19日から、マルティン・ゴットフリート・バイスの公認として、 マイラネク強制収容所の所長に就任する。ソ連軍の接近でこの収容所から避難した後は、新衛隊人事部へ配属された。戦後、アメリカ軍の捕虜となる。身柄はアメリカ政府からポーランド政府へ引き渡された。クラックフでポーランドが開いたアウシュビッツ裁判にかけられ、死刑判決を受けた。1948年1月28日に、公主刑に処された。 ありがとうございます。